僕 YouTube やってるんですけども、YouTuber あるある、YouTuber あるあるで再生回数ってほんと気になるんですよ。もう気にしなくていいよそんなのって思っててもやっぱ気になってくるんですね。である日、これはもう末期だなって思ったのがあって、ちょうど去年の11月ぐらい、若干ね、僕のそのチャンネルの再生回数が伸び悩んできたんですよ。で1桁を記録する回が非常に増えてきて、これやばいな、再生回数1桁はやばいなと思って、でもどうすることもできないで、でも気になってくる再生回数は。でやっぱりこう30分に1回ぐらいこう再生回数見てたんですね。でもうそこからまた気になって、今度は10分に1回ぐらいもう YouTube で見るようになっちゃって、やばいなと思って自分でも。でその日はもう寝たんですね。寝たんですけど、夢の中で再生回数でちょっとうなされまして、僕のリラクノカミ大野っていう動画があるんですけど、その再生回数がマイナス2回って表示されてたんですよ。マイナス2って出てて、パッと起きて、もうこれやばいなって思いましたね。もう再生回数は気にしないぜ。